もうあーお腹空いてきた。これガサガサになってきた。美味しくないよ。はい、どうも、戸田好きです。寒い、めちゃめちゃ寒い。はい、ということで今日の動画は私の愛車ムーブちゃんで八甲田山に登って激辛を食べようっていう動画でございます。ちなみに私は今青森市のちょっと上に上がったモヤヒルズっていうスキー場の寒いところに来ております。今日はね、その私のムーブちゃんを一緒に連れてって八甲田山に頑張って運転して、このじゃんペヤングソース焼きそばのごく激辛カレーっていうのを食べたいと思います。これさ、結構ネットで話題になって美味しいし辛いっていうことで、私も食べてみたくて買ってきました。めっちゃ山の上の方がマイナス10度でめっちゃ寒いんだって。で、寒い時にこの辛いの食べたら麻痺して食べやすくなるんじゃないかなということで、今日はちょっと試しに行ってまいりたいと思います。うちのムーブちゃんさ、すごい車汚れてんの。汚いじゃん、あれ。さ、いつ洗車したかっていうと1週間前で、1週間前やって、今の汚さ冬になるとすごい汚くなる、すぐ汚くなる。3年前ぐらいに買ったこのグラサンを、おしゃれグラサンを今つけてみてんだけど全然違う。冬になると真っ白でさ、ちょっと目疲れたりするんだけど、色付きのサングラスつけると見やすい。真っ白なはずなんだけど、その真っ白の雪の奥行き、影とかなんとなく形が分かって見やすいね。はい、着きました超寒い。もう今北海道5枚張ってる。じゃあ早速ね、お腹も空いた。お昼ご飯にしようと思ったらさ、今もう2時過ぎで、負けるほど辛みが強いので、小さなお子様や辛みが苦手な方の飲食には十分ご注意くださいって注意書きがついております。最近でもうちはね、自分家で辛いの極めてるので、なんでかっていうと、前マッチョ激辛とか番組あったじゃん、いつオファーが来てもいいように強さになれようっていうことで、自発的にね、わざと唐辛子入れたりとか、南蛮味噌ご飯にのせて食べたりとか、最近ね、辛さには強くなったから食べれる自信がある。水、ウェイ。はい、これで巻くまで時間かかるぞ、こりゃ。ついた？ついてるっぽい。あったかい、あったかいよ。これ待ってる間みんな何してんだろう。私何も持ってきてないわ。電波通ってる、これ。あ、すごい、 4G だ。山でも 4G だ、いける。ツイッター見るか。いいね、山で 4G だとちょっと安心感あるよね。山だからこそ、何、電波がないとかってなると、もし何かあった時地図とか迷っちゃうし、電話もできないし。そう、ツイッターとかインスタとかでもみんなにお知らせはしたんだけど、YouTube ではまだだったので、実はフォロミーっていうアプリ、まあ、簡単に言うとファンサイト、ファンサイトとはまあ違うんだけど、月額何円支払って、その払った人だけ見れる SNS サイトみたいな、フォロミーっていうアプリがあるんですけど、それのアカウントを開設しました。今までさ、こう YouTube とか、まあ、Twitter でもいろいろ写真とか動画も出してはいたけど、やっぱりもっとコアなファンの人たちに、今まで撮ったけど出してなかったポートレートとか、まあ、温泉、見せれなかった温泉のやつとか、いろいろなんかそういうのも見せたいなと思ったので開設しました。いやいや、意外に予想以上にたくさんの人がフォローしていただいてたので、今頑張ろうってますますやる気が起きております。わ、すごい雪、めっちゃ雪舞ってる。あ、こういうの実はやってみたかったとか、こういうのももしかしたらファンの人は喜ぶじゃないのかなとか、そういうのも考えながらやっていきたいと思うので、ぜひ気になった人、まあ、概要欄にも貼っておくので、ぜひフォローミーにフォローよろしくお願いします。早く食べたい。もはや寒くなってくるとさ、なんかあったかくて美味しいお鍋とかいいし、もうとにかく辛いの食べて体温まりたいっていう気にもなってくる。どうでもよくなってくる、寒いと。いい感じ、湯気出てきた。もうちょっと、寒いとこで食べる激辛はうまいんだろうな。ふぶいてきた。あ、いい良さげじゃね。うわあ、お腹空いてきた。
はい、これにソースを、まあ水開けてからなんだけど、激辛ソースこれかけるんだけど、すごい非常に辛味成分が強いので十分にご注意ください。怖いねこれは。あー湯気いいじゃんいいじゃんいいじゃん。デンジャーだから黒と黄色なんですね。蜂と一緒よ。赤いぞー。うわー見た目はナポリタンだよね。ナポリタン風焼きそばみたいな。はい、これー寒い。多分もう今すごい寒くて全身麻痺してるから結構辛いで大丈夫な気がします。いただきます。あーやばあーやば辛っちょっと待ってちょっと待ってすごい辛いよあやばあーかっこいいガサガサになってきた。カレーの味は全くしなくてただただ辛い。でもお腹空いたから食べたいっていうこの矛盾。寒い時に食べる外のご飯は辛いの食べちゃいけないよ。やばい普通のペヤング食べたいこの間質問コーナーの時に食べたコックンミョウの方がすごい美味しいわ。本当に食べたくない。寒い。もう口の中も痛めつけているものを食べたくない。味はしない、ただ辛い。人生で一番辛いかもしれない。甘みも全くないし、ただ舌を痛めつけてるだけ。本当に M の人におすすめの商品になってる。それはまあ M とは質問コーナーで喋ったけど、さすがにこのね辛さはね、ここまでして自分を痛めつけようなんて思わない。いやいや、もう食べたくない。本当に食べたくない。美味しいの食べたい。こんな辛いの食べて美味しくない。美味しくないよ。止めれないしね。頑張ってきたのに。美味しいの食べたかった。これもらったから、これ美味しいペヤング食べて帰ります。モンさん超硬いから、うちがこう肘パンしても全然壊れない。多分これ2メーター50センチぐらいはあると。今地獄沼の近くに来てるんだがなんかさ、人が歩いたかのような形跡があったから、ちょっとそこに今来てみた。ここここ、こっからこう歩いていってる。ちょっと行ってみようか。マジですごい。やっぱりさ、地獄沼とかね、温度が高いから冬でこんなに寒くても全然凍ってない。すごいすごい、一番奥湯気出てる。あったかそう。え、足跡あっちに向かってる。何トレッキングっていうの。今だってさ、3メートルぐらい高い雪山に今登ってきてるからね。結構沈むよこれ。雪柔らかいよ。